マリリンと一緒。こんにちは。こんにちは。今日は今まで以上に今この動画を見てくださっている皆さんと目が合っていると思いますよ。それは何でですか？カメラが変わったからです。今回の企画なんですけども、はい、ドン。はい、ドンドン。リンでございます。まあ、リン。リン。このリンを使ってですね、シャイさんが、ハイボールを作っていただいて、こんなハイボールをいつも作ってるんだぞというのをちょっと今回紹介していきたいなっていう動画でございます。はい。はい。早速始めていきたいと思います。はい、行きましょう。物が揃いました。ドン。ドン。まずグラスですよね。うん。ロックアイス。ロックアイス。ウェーキンソン。ウェーキンソン。に。マリリン。これでじゃあ特製マリリンハイボールを作っていきましょうということですね。イエーイ。早速作っていきます。はい。まずはグラスに氷を入れていきたいと思います。はい。ここでのポイントって何かあります？氷をとにかくパンパンに入れることです。氷パンに入れる。はい、うんうんうん、もうだってちょっと擦り切りラインよりも上まで氷がいっちゃってますが、これで OK です。そこにウイスキーですね。お好みのウイスキー。今日はマリリンウイスキーを使っていきたいと思います。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。注いでください。はい、お願いします。はいはい。こんなもん。え、すごくママ感があるっすね。知ってますか、私ってお酒の分量固いで有名なんですけど、今日はあの私流とかじゃなくて、ちゃんと全員が美味しいと言えるハイボール。ああいい。これを今日は目標にしてますので。いい。はい。そしてここでもうちょっと混ぜちゃいます。ほうほうほう。はい。この氷とウイスキーをですね、馴染ませるっていうんですか、うんうん、この感じでもういいと思います。でまだ氷入れられるスペースが出現してきたので、うんうん、足し氷です。じゃあいい感じのやつたちをうまいことパズルのように。え、ちょっといいですか？あ、ちょっとなんですか？あの、やられてました。なんでしょう？今まで作られてました。私ってすごい作ってますよ。さすが。なるほど。でもさすが。ここでソーダを、はい、していきたいと思います。お願いします。今回ちょっと一手間かけちゃいたい。ほう。まずマドラーを刺します。おー、ほい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 。そしてこのマドラーを伝って、うん、ソーダを注ぎます。洒落てる。いきます。いい音。この後もポイント。はい、マリンポイントですね。ガチャガチャ混ぜません。すぐ終わっちゃうんでよく見ててくださいね。はい、お願いします。くるっと一周、うん、して氷をすくうような気持ちで持ち上げて、はい、完成。これが全世界の人がうなる一番バランスの取れた美味しいハイボールでーす。イエー。いい色です。いやー、いい感じですね。ちょっと一口飲んでみてください。今回の出来上がりは。それではいただきます。はい。相変わらず美味しいですか？美味しい。ハイボールと合うおつまみっていうところでですね、うん、用意させていただきました。明太ポテトサラダです。これめっちゃ合うんですよ。えって感じするでしょ。明太ポテトサラダとハイボールが合うんです。そう、いっちゃってほしいな俺は。え、だってジャガイモ好きじゃないですよね。俺が嫌いなのはさつまいも。ちなみにですけど、私明太子大好きなんです。うん。でもポテサラ全然好きじゃない。食べてみていいじゃん。いいですよ。初めて食べるから、私明太ポテサラとか。マジで本当に。いただきます。どうぞ。うん、うん、明太ポテサラからのの、ハイボールね。悪くないでしょ。で悪くないでしょ。単品だったらあれだけど、これ食べた
サラとハイボールこの感じで来てこうなるんだったらポテサラ頼もうと思える。ありでしょ、うん、星3つでしょ。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。